「種は確かに一日噛んでいたようだった」「宮沢賢治。ほろたい種りは小屋の出口で出まかせの歌を歌いながら何か細かく蒸しったものをバタ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 棒で叩いておりました」「山の上から青い封じづル取ってきた」 西風スケに北風かすけ。崖の上から赤い藤鶴取ってきた。西風スケに北風かすけ。森の中から白い藤鶴取ってきた。西風スケに北風かすけ。ホランの中から黒い藤鶴取ってきた。西風スケに北風かすけ。 山の上からタネリがたたいているものはふゆじゅうかかってこらしてこまかくさいたふじずるでした「やまんのうえからあおいけむりがふきだした」「にしかぜごすけにきたかぜかすけ」「がけんのうえからあかいけむりがふきだした」「にしかぜごすけにきたかぜかすけ」 森のなんかから白い煙が吹き出した西風すけに来た風かすけ。呂濁らんのなんかから黒い煙が吹き出した西風すけに来た風かすけ。ところがタネリはもうやめてしまいました向こうの野原や丘があんまり立派で明るくて。 「それにかげろうがさあゆこうさあゆこう」というようにそこら一面ゆらゆらのぼっているのです。タネリはとうとうたたいたつるをひとたばもって口でもにちゃにちゃかみながらそっちのほうへとびだしました。「モーディーへははいっていくんでないぞ!」。長根の下でしらかばの皮はいでこよ。 なかからほろたいたねりのおっかさんがいいましたたねりはそのときはもうこじかのようにはしりはじめていましたのでへんじをするまもありませんでしたかれたくさはきいろにあかるくひろがってどこもかしこもごろごろころがってみたいくらいそのはてではあおぞらがつめたく つつるつる光っていますタネリはまるで早く行ってその青空を少し食べるのだというふうに走りました。タネリの小屋がウサギぐらいに見えるころタネリはやっと走るのをやめてふざけたように口を大きく吐きながら頭をガタガタ振りました。それから思い出したように あの富士鶴をまた五六遍にちゃにちゃかみましたその足元に去年の枯れた茅の穂が三本倒れて白く光っておりました種にはもがもがつぶやきましたこいつらがざわ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 言ったのはちょうど昨日のことだった何して昨日のことだった雪を勘定しなければ」。 ちょうどきの,うのことだった本当にその雪はまだあちこちのわずかなくぼみや向こうの丘の4本のかしわの木の下でまだらになって残っています種子は大きく息をつきながらまばゆい頭の上を見ましたそこには小さな透き通る渦巻きのようなものがついついと ったりねりたりしているのでしたタネリはまたくちのなかできゅうくつそうにいいました「ゆきのかわりにこれからあめがふるもんだからそらあんなにあめのたまごができてる」そのなめらかなあおそらにはまだなにかチラ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 あみになったりもんになったり。 揺れてるものがありましたタネリはやわらかにかんだ藤ずるをいきなりプッとはいてしまってこんどはちからいっぱいさけびました「ほーんてんとうのきものそらであんでるぞ」いやてんとうのきものあんでいるだけでないそんならにしのごすけかぜだかいやにしかぜごすけでないそんならほうすけすがるだか にゃほしけすがるでな、ね、いそんならとうすけひばりだが。にゃとうすけひばりでな、ね、い。種利はわからなくなってしまいましたそこでしかたなく首を曲げたまままた藤ずるをひとつまみ取ってにちゃにちゃかみ始めながら枯れ草を歩いてゆきました。向こうにはさっきの、 4本の柏が立っていて冷たい風が吹きますと去年の赤い枯れた葉は一度にザラザラなりました種には思わずやっと柔らかになりかけた藤ずるをそこらへふっと吐いてしまってその西風の五助と一緒に大きな声で言いました「おお!」。 柏の木ーおいらおまえとあそびにきたよあそんでおくれーこのときかぜがいってしまいましたのでかしわのきはもう「こそ」ともいわなくなりましたまだねてるのかかしわのきあそびにきたからおきてくれー。 柏のきが4ほんともやっぱりだまっていましたのでタネリはおこっていいました「ゆきのないときねてるとにしかぜこすけがゆすぶるぞほうすけすがるがすをくうぞとうすけひばりがくそいるぞ」それでもかしわは4ほんともやっぱりおとをたてませんでした。 タネリはこっそりつま立てをしてその一本のそばへ進んで耳をぴったり茶色な幹にあてがって中の様子をうかがいましたけれども中はしんとしてまだ目も歯も動き始める模様がありませんでした「きた印だけつけてくよ」。は寂しそうに 一人でつぶやきながらそこらの枯れた草棒をつかんであちこちに4つ結び目をこしらえてやっと安心したようにまた藤のるを少し口に入れて歩き出しました丘の後ろは小さな湿地になっていましたそこでは真っ黒な泥が暖かに春の湯気を吐き そのあちこちには青白い水柱ベゴの下の花がぼんやり並んで咲いていました。かネリは思わずまた藤ずるを吐いてしまって勢いよく湿地のへりを低い方へ伝わりながらそのベゴの下の花に一つずつ舌を出して挨拶して歩きました。空は いよいよあおくひかってそこらはシんとなるばかり。種ネはとうとうたまらなくなって「おーいだれかいたか」とさけました。するとはなのれつのうしろから。 一匹の茶色のヒキガエルがのそのそ張って出てきました。種莉はぎくっとして立ち止まってしまいました。それはヒキガエルの張いながら考えていることがまるで遠くで風でもつぶやくように種莉の耳に聞こえてきたのです。どうだい俺の頭の上は。 「いつからこんなペラペラ赤い日になったろう」「日なんか燃えてない」「タネリはこわごわ言いました」「ヒきガエルはやっぱりのそのそはいながら」「そこらはみんな桃色をしたキクラゲだ全体いつからこんなペラペラしだしたのだろう」と言っています。 タネリはにわかにこわくなっていちもくさんににげだしましたしばらくはしってやっときがついてとまってみるとすぐめのまえに4ほんのくりがたっていてその1ぽんのこづえにはきんいろをしたやどりぎのりっぱなまりがついていましたタネリはやどりぎになにかいおうとしましたが。 あんまり走って胸がどかどか不意語のようでどうしてもものが言えませんでした。早く息をみんな吐いてしまおうと思って青空へ高く「はあ、と叫んでもまだ治りませんでした。藤ずるをひとつまみかんでみてもまだ 治りませんでした。そこで今度は。ふっと吐き出してみましたら、ようやく叫べるようになりました。栗の木死んだ。何して死んだ。子供に頭を食われて死んだ。すると上の方で宿り木がちらっと笑ったようでした。種には面白。 くしをつけてまた叫びました「くうりのおきくってくうりのおきしんでかけすがくってこどもがしんでようだかがくってかけすがしんでたかはたかくへとんでった」やどり着がうえでべそをかいたようなのでタネリはたかくわらいましたけれどもそのわらいごえが つぶれたように丘へ響いてそれから遠くへ消えた時種りはしょんぼりしてしまいましたそして寂しそうにまた富士の鶴をひとつまみ取ってにちゃにちゃとかみ始めましたその時向こうの丘の上を一匹の大きな白い鳥が 日をさえぎって飛びたちました羽の裏は桃色にギラギラ光りまるで鳥の王様とでもいうふうタネリの胸はまるで酒でいっぱいのようになりましたタネリはいまかんだばかりの藤ずるをいきいよく草にはいて高く叫びました「おまえはとき という鳥,かーい鳥は当たり前さというようにゆっくり丘の方へ飛んで間もなく見えなくなりましたカネリはまっしぐらに丘を駆け上って見えなくなった鳥を追いかけました丘の頂上に来てみますと 鳥は下の小さな谷間の枯れた足の中へ今飛び込むところです。種子は北風かすけより早く丘を駆け下りてその黄色な足むらの周りをぐるぐる回りながら叫びました。おいとき、おいらは一人なんだからお前はおいらと遊んでおくれおいらは一人なんだから。鳥はついておいで。 というように足の中から飛び出して南の青い空の板にいられた矢のように駆け上がりました。種子は青い影帽子と一緒にふらふらそれを追いました。カタクリの花はその足元でたびたびゆらゆら燃えましたし空はぐらぐら揺れました。 鳥はにわかに羽をすぼめて石ころみたいに枯れ草の中に落ちてはまたまっすぐに飛び上がります。タネリもつまずいて倒れてはまた起き上がって追いかけました。鳥ははるかの西にそれて青白く光りながら飛んで行きます。タネリは一つのおかを駆け上がって。 転ぶようにまた駆けりましたたけりしそこは緩やかな野原になっていて向こうはひどく暗い大きな木立でした鳥はまっすぐにその森の中に落ち込みました種子は胸を押さえて立ち止まってしまいました向こうの木立があんまり暗くてそれに 何の木かかなののかかわらいです。火花よりも暗くかやよりももっと陰気で中にはどんなものが隠れているかもしれませんでしたそれに何か奇体な怒鳴りや叫びが中から聞こえてくるのですタネリはいつでも逃げられるように半分後ろを向いて片足を出しながら はそっちへ叫んでみました「トキトキおいらとあそんでおくれ」えー「ええうるさいすきなくらいそこらであそんでけ」たしかにさっきのとりでないちがったものがそんなぐ合いにへんじしたのでした「とき、とき、だからでてきておくれ」えー「ええうるさいったらひとりでそこらであそんでけ」 ドキドキおいらもう行くよ行くのかいさよならエチキショその骨汁は空だったのか!」。種ネリは本当に寂しくなってまた藤の鶴をひとつまみかみながらもう一度森を見ましたらいつの間にか森の前に顔の大きな犬神みたいなものが片っぽうの手を懐に入れて。 山梨のような赤い目をキョロキョロさせながらじっと立っているのでした種にはまるで小さくなって一目散に逃げ出しましたそして稲妻のように続けざまに丘を4つ越えましたそこに4本の栗の木が立ってその1本の小杖には立派な宿り木のまりがついていました それはさっきの宿りぎでしたいかにもタネリをバカにしたように上でキラキラ光っていますタネリは具合の悪いのをごまかして「栗の木起きろ!」と言いながらうちの方へ歩き出しました日はもうよっぽど西に偏って丘には影もできました かたくりの花はゆらゆらと燃えその葉の上にはいろいろな黒い模様が次から次と出てきては消え出てきては消えしています。種利は低く読みました「伝統は丘の神家の向こうの方へ隠れていってまた登るそして隠れてまた登る」。 タネリはつかれきってまっすぐにじぶんのうちへもどってきました「白あかばの皮はがしてきたか」「タネリがうちについたときタネリのおっかさんが小屋の前でこならのみをつきながらいいました」「にゃ」「タネリはくびをちめてこたえました」。 富士鶴はみんなかじってきたかにゃどこかへなくしてしまったよ。種りがぼんやり答えました。仕事に富士鶴かみに行ってなくしてくるものあるんだが今年はおいらお前の着物は一つもあんでやらねえぞ。おっかさんが少し怒って言いました。うんけれどもおいら。 かんでいたようだったよ。種りがぼんやりまたいいました。そうかそんだらいい。おっかさんは種莉のかおつきをみてあんしんしたようにまたコナラのみをつきはじめました。